キンプリ・ヒラノ仕様、一年休業、報道の裏で、タトゥー入れるの声上がるわけ。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。アディダス、ジャパンが今月、元キングプリンス、以下、キンプリ・岩橋元気を最新 T シャツコレクションのキャンペーンビジュアルに起用。ネット上では、岩橋の両腕に彫られたタトゥーに対し、 ファンから、いつの間に、と驚きの声が相次いだ。同ブランドは、T シャツ短パン姿の岩橋のビジュアルや、店頭限定のメイキングムービーなどを公開。さらに、対象の T シャツを購入するごとに、岩橋元気オリジナルトレカ、全9種が1枚もらえるキャンペーンなども実施している。ファンの間では、両腕に彫られたタトゥーに注目が集まっており、かっこいいし、似合ってる。海外で暮らしてるし、 タトゥーも普通なんだろうなと理解を示す声が目立つ。ただ、やはり、岩地、岩橋の愛称、いつの間にこんなにたくさん入れたのびっくり、増えてるなとは思ってたけど、想像以上だった。と驚きを隠せないファンも多い様子。以前から、自身のインスタグラムでタトゥーを、ちら見せしていた岩橋だが、ファンもここまで広範囲に入っているとは予想していなかったようだ。岩橋は、 2021年3月に金プリを脱退し、ジャニーズ事務所からも退所。その後、海外生活の様子をインスタグラムでたびたび公開してきたが、同12月にセルフィーをアップした際、右足首の内側に十字架のタトゥーらしきものが写っていたため、本物、いつ入れたのと一部ファンが騒然となった。ジャニーズ事務所は、基本的にタレントが公にタトゥーを見せることは禁止とされているが、 対処後はそのルールがなくなるため、元ニュース、でも主優也などが岩橋同様にタトゥーを披露している。また、今回の岩橋のキャンペーンビジュアルを受け、本日5月22日をもってジャニーズ事務所を対処するキンプリヒラの仕様に対して、今後、タトゥー入れてもおかしくないと可能性を指摘する声も一部で見られる。平野といえば、5月18日発売の、女性セブン、小学館が、 彼の海外進出への強い思いや、一年は休みたいと周囲に語っていることを伝えており、退所後すぐに武者修行のために海外へ渡る可能性も考えられる。そういった報道が、紫輝くんも海外でタトゥーを入れるのかも、という話題につながったようだ。退所理由を、海外進出に挑戦したいためとしている平野。今後、先に海を渡った岩足を頼ることはあるのだろうか。平野潮さんプロフィール。 1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。